辰野の片搾竹林2018年9月7日撮影辰野の片搾竹林は兵庫県辰野市辰野町本町にある国の天然記念物に指定された竹林である搾竹とは間だけの変種であり缶や枝などの前面に縦じわが入るものを言うが片しぼ竹では縦じわが入る面とシわのない平滑な面が缶の節ごと半分ずつ交互に現れる 死母地区は、よそでも見られるが、片死母地区は、立野の片死地区林以外の場所では見られない、珍しいものであるため、1958年5月15日に、国の天然記念物に指定された。指定地は、旅館敷地内の庭園にあるが、宿泊者以外でも片死地区林の見学は可能である。 立野の片タシボチクリン神戸市立野の片タシボチクリンの市白鷺山公園から見た立野城下町。片タシボチクリンは画像右下の小立の直下にある。片タシボチクリン。立野の片タシボチクリンは兵庫県西部、ハリマの小京都として知られる立野城城下町の一角に所在する、料亭旅館、売玉旅館の庭園内にある。梅玉旅館は、 辰野城下町の北西にある、的場山より南方へ突き出した尾根先端上にある白鷺山公園の登録に位置しており、梅玉旅館の庭園に面した尾根末端東斜面の一角にある竹林が天然記念物に指定されている。地竹とは間だけの変種で、缶や枝などの全面に縦じわが入り物を言う。これは生え始めた竹のこの段階から見られる。 竹の研究で知られる植物学者の室井博氏によれば、しぼちくは一種の枝代わりで、通常の間だけと比較して、管の断面を見ると、基本組織が少なく、いかん束が細長く2から3個が癒着しているものが見られる。また、石管の間隔が短く石管の空洞も小さいため、管の高さが間だけより低いという。立野のの型しぼちくは、 この死地区の中でもさらに変わった希少なもので、縦溝が全面に入るのではなく、節ごとにつく目の上部面は平滑で、その反対側の反面に縦溝やシワが入る。竹類の管につく目は一節ごと反対側につくので、シワの入る面も節ごと交互に現れることになる。すべての竹類の管は三層から構成されているが、立つのの型死地区の場合、管の一番外側の 第一層が縦溝性、内側の第二層が平滑性である。竹類の枝は第二層から分かれて出るため、管の表部で表皮の第一層が薄くなって、第二層の平滑な面が外側に現れる。このような竹は他に類を見ないことから、1958年5月15日に国の天然記念物に指定された。立野の片しぼ竹林のある、 梅玉旅館とその庭園は、辰野藩家老の屋敷跡地であるが、もともと、この場所に、片しぼだ竹が生育していたわけではなく、幕末の頃、辰野藩九代藩主、脇坂康成が、淡路島より、縦じわのある珍しい竹を送られ、それを当地に移植したのが、辰野の片柴畜人の始まりだという。しかし今日、元産地の淡路島では、地区しか確認されておらず、 片しぼ地区はここ、辰野の指定地しか確認されていない。片野岳は、脇坂家によって大切に保護され続け、江戸末期の頃は、この竹の竹の子を食べると腹痛を起こすと戒められ、脇坂家一門以外のものはこの竹林を見ることすら許されなかったという。明治以降になると、茶室の床柱などに使われる、名として珍重され、かつて、野付近では、 カタシボだけを使った様々な茶器や柿が見られたといい、梅玉旅館にはカタシボだけを使った見事な床柱が残されている。脇坂県者や佐藤関係者など、その存在を、辰野在住の一部の人にしか知られていなかったカタシボだけであったが、1956年に植物学者の室井博士がたまたま東梁館に宿泊した際、 庭園にある片しぼ地区を発見したことを契機に、当時、兵庫県天然記念物調査官であった森伊蔵、同じく当時文部省文化財審議会委員であった本田正嗣らによる現地調査が行われ、1958年5月15日に国の天然記念物に指定された。その2年後の1960年から2年続いて、片しぼだけが開花し、 その多くが故死してしまった。翌年より再生地区が発生したものの大半が根島岳山岳であり、片しぼだ岳はごく稀にしか発生しなかった。植生が劣勢となった片芝を残すため、室井博志が何度も現地に赴き被売管理に努めた結果、片芝竹林は無事に再生された。1990年代後半になるとイノシシによる食害や 天狗草病による被害を受け竹林の衰えが懸念され始めたため、1998年より、竹文化振興協会専門委員、渡辺正俊の指導により、利病地区の伐採、施肥や周辺環境の養生など、大規模な保護対策が行われた。ABC 立野の片潮竹林文化庁、ウェブサイト、2018年10月30日閲覧。 AB 立野の片しぼ竹林文化庁、ウェブサイト、2018年10月30日閲覧。ABC 室井、P546、P548。ABCD e 室井、ピアニッシモ、62から63。ABC マキ田、P15。室井、P544 立野の片しぼ竹林立野市、役所2018年10月30日閲覧。 ABC キ田 P16 エコプラネットバンブー日本の竹研究第一人者の渡辺正俊氏を表彰2018年10月30日閲覧。ありがとうございます。